おはようございます。釣り子 TV です。発売前から動画とかでいろんなプロモーションの映像が出ていて、今か今かと待ちわびていた方も多かったんじゃないでしょうか。ジャッカルのライザーベイトがお店並んでいたので一つ買ってきてみました。このパッケージが今までのなんていうかジャッカルルアーと若干違って、なんか今年ってそのジャンルによってというかそのブランディングによってケースいろいろ変えてきてますよね。あのマイクロポンパドールとかいった小さなタイニープラグにはそういう専用のパッケージで、従来のルアーにはまあ従来のジャッカルのパッケージで、このライザーベイトはまたライザーベイトでこんな感じでパッケージの雰囲気が全然違ってですね。で最初気づかなかったんですよね。あれそろそろお店並んでるんじゃないかなって思ったんですけども、いつものパッケージと違うんで、ああ気づかなくてですね。でふと、見回すと、あれこれジャッカルかと思って手に取ってみたら、これがライザーベイトだったということで、こんな感じのパッケージに入ってますね。で裏には説明書きがいろいろ書いてあって、で価格が1800円、ね、結構小粒ですけどお高めですね。でカラーがですね、弱光ギル、弱い光のギルっていう、こういったカラーを買ってみました。じゃあ早速ですね開けてみたいと思います。ライザーベイト、あれ下が引っかかってる、出てこない、ライザーベイト出てこない。裏を開けて、これがこう、はい、こんな感じで、ちょっとねここがこんな中身が入っていて、さあ来ました。あー上反りなんですね。このメタルリップどんなかなと思ったら、上にちょっと反ってる感じで、ボディはこんな感じですね。頭の方から見ていきますか。こういう感じの、まあ小粒ですね。小粒なライザー、まあサイズ展開いろいろこれからしていくっていうことなんで、まずはまずはのちょっと小型めのライザーベイトなんですけども、でこの特徴的なメタルリップ、メタルリップの先端にこんな感じのリングがついていて、クラッカーはこんな感じですね。はい、なんていうか、チャター的でもありと思ったんですけど、ここががっちり固定されているんで全然またチャターとは違った感じなんですけども、でボディがこんな感じで、腹、背中、でここにライザーベイトと書いてありますね。で針は結構小粒な針がついてますね、まあ、刺さり抜群の、開けたばっかりだからギャンギャンに鋭い針がついておりまして、で結構ですね、この見た目から比べるとシンキングっていうことなんで、ちょっとずっしりきません。今日ちょっと先に重さの方を測っておきますかね。結構ずっしりきますよ。小粒なんだけどよく飛びそうな、はい、ジャッカルのライザーベイト、これの重さ何グラムでしょうか。8.2グラム、およそ8グラムほどということで、10グラムは切ってるんですね。ただこの流線形というか、普通ミノーってこのリップが下に突き出ていたりするので、でもそういうのがなくて、なんていうかこう弓なりのようなやつで、さらにこの板が特にこう投げるにあたっては空気抵抗にならなそうなので、動画でもあの
上空からドローンの撮影か何かでピュイって投げたらもうすごい遥か彼方の対岸近くにこれが着水する印象的な映像なんかが使われていたんですけども、めちゃくちゃ飛びそうであるといったところですね。はい、裏にですねいろいろ、まあ、新機軸のルアーですかね、説明が書いてあるので早速ちょっと見ていきたいと思います。ライザーベイト、あのボイルに届く抜群の飛距離、そして巻けばすかさず急浮上ということですね。まあぶっ飛びそうだということで、最大の特徴、上向きに設置されたライザーリップ、これがライザーリップっていうんですね。ミノーやシャットのような潜らせるためのリップではない、重いボディを水面浮上させるためのリップだ。遠距離の表層攻略を可能にするライザーベイトがルアーフィッシングの新境地を切り開くという、 007R、 これが通称 007R っていう番手になるみたいですね。はブラックバスをメインターゲットに開発されたライザーベイト、フィールドを問わずベイトフィッシュに合わせることができる 70mm、効果的なシチュエーションは河川やリザーバーでボイルが多発するような状況、抜群の飛距離で遠くのボイルを狙い、水面で小魚が逃げ惑うようなアクションとリアルフォルムでセレクティブなバスにも口を使わせる、ロングキャストしても表層をキープできるアイテムはライザーベイトだけと言っても過言ではない、その圧倒的な優位性を体感してほしいっていうようなことが裏に書いてあって、遠距離のボイル打ちに使うで、シンキングボディなので動画で見てるとこう止めると沈んでいく、ただ薪を入れるピャッ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 ってすごい急浮上していくっていう、こういうルアーみたいですね。でこの前デプスの羽物買ったよっていうところのコメント欄にも書いてあったんですけど、このライザーベイトにしてももうちょっと早く店頭に並んでいればなっていう、コメントがありましたけどね、まさに自分もそう感じていて、最近亀山行くんですけどね、結構冷え込んじゃっていてボイルがまあ全然見えなくなっちゃったんですよね。魚がまあ7メートルから表層付近まで秋なんでいろいろなレンジに散っているよということで、夏の暑い時なんか酸欠のワカサギなんかがいて、あとイカワとか追っかけてですね盛んにボイルするシーンなんか亀山ダムなんかでも見えるんですけども、ちょっともう終わっちゃったかなということで、まあタイミングを見て入れていこうとは思うんですけどね。あとスパイテールがめちゃくちゃ釣れたタイミングなんかもあれもすごい、ボイルが散発して見えるような時だったんで、そういう時にこいつがいたら、また違う早い展開もできたんじゃないかななんて。あの時はですね、まあスパイテールもめちゃくちゃ釣れたんですけども、買ってみた野良ネズミを入れたらすごい野良ネズミの速いババババって動きにはさらに反応が良かったんですね。だからそういった時にこういった素早い動きで表層付近を逃げ惑うルアーがあったら、また違う展開もあったんじゃないかななんていう風に感じているんですけども、というわけでもしかしたらブラックバスに関しては来年まで、引き出し出しどころがちょっと自分の中ではないかもしれない。ただこれからも台風が来たりするなんて言ってますからね、台風で暖かい湿った空気と、魚が活性が上がる低気圧がやってきたタイミングとか、と台風一過でやたら季節外れのすごい暑い日になったなんていうタイミングでもしかしたら使えるタイミングがあるかもしれないんですけどね。まずはというわけで、ボイルが最近めちゃくちゃ見えているシバスですね、鈴木釣りで投入してみようかなと思います。本当魚種を問わずということで、プロモーションの動画でも、シーバス、でっかいシーバスがこれを口元につけている、シーンなんか、あとはもう本当サイズ展開によっていろいろな魚が狙えるっていうことですけどね、ちょっとまあどうでしょうか、このサイズだと 70mm だとシーバスにはちっちゃいかもしれないんですけども、ただまあ抜群の飛距離があるっていうことなんで PE ラインで組んで、で表層をイワシの群れとかを追っかけている、群れとか見つけたらね、積極的にちょっと投入してどんな感じのアクションなのか、またどうやって食ってくるのかっていうのを、試してみたいななんていう風に考えております。まあ、早速ちょっと、シーバスレンタルボートで、行く予定があるんですね。それでこれはまず持って行ってですね、
まあどうでしょうか、試合によってですけどね、ちょっとタイミングで入れ込んでいこうかななんていうふうに考えております。まあ何にしても新ジャンルですよね。でもこういうメタルリップをつけたルアーっていうのは本当なんて言ったらいいか、まあ際物というか、流行らないとあっという間に市場から消えていくか、もしくは新しいジャンルとして、君臨していくかっていう、本当面白いところですよね。まあでも IG ミノーとかいろいろな新機軸の、ルアーとかですね、いろいろ展開してるジャッカルですから、このライザーシリーズも人気になってくるといいんですけどね。何にしろまだこれより大きいサイズとか、さらにちっちゃいサイズとかいろいろ控えているみたいですからね。まあ、シーバス釣りで言ったら11センチから13センチぐらいので細身で飛んで、で動きが良くてみたいな、そんなやつがあると、とにかくさらに飛距離重視な遠距離で広範囲に探りたい釣りで使いたいですからね、出るといいななんていうふうに期待しておりますけども。というわけで本日の釣りコー TV はジャッカルから出た新ジャンルですかね、このライザーベイトということで、これの 007R、 このサイズをですね一つ買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。